か、まあ、これ一つのイメージで、別に今更どうっていうんじゃないんですけど、ただ今年の正月に今もここで出た話ですけど、あの福岡との試合にたくさんの観客が見に来て、もう他のチームではあれだけの観客が動員できなかっただろうということは、まあ、皆さんも分かるように一つのイメージとして浦和レッズのサッカーという、そういうイメージをどういうふうに見ているのか、勝つっていうことだけなのか、なんか他にもなんかそういうイメージを夢として持って見に来て見てみたいというものがあったのかということで、私もスタンドに座りながら周りのいろいろなお客さん、子供たちを連れて何人か来ている人がいるわけですね。テレビ埼玉の社長や専務の方もわざわざ私、田島会長はメインスタンドに前の晩ちょっと会って話をしたんですけど、メインスタンドにいるのは分かったわけです。僕も先生行きますから分かったけど、一緒にいるとちょっといろんな面でいろんな反応があるのを分かったんで、そこにはいないで別の端の方のスタンドに座っていたんですけど、そこにテレビ財団の社長や、理事長、挨拶に見えて、周りのお客さんなんだろうというふうに見てましたけど、それでいいんだと思うんです。誰がどうっていうんじゃなくて、そういうふうに試合を見に来てる1スタンドに1人がいるということで、あの試合を見させてもらって、まあ楽しかったです。結果はともあれ、浦和宮城が出ることにあれだけの多くの観客がずっとこうある夢を持って期待感あったと思うんですけど、見に来てくれた、さっきの小野さんの話じゃないけれども、そういう高校サッカーの文化、大宮サッカー場で浦和宮がやるサッカーというものに対する、まあ、一つのイメージ、これをあれだけの多くの観客がと導入して来てるっていう、すぐ私は嬉しく思いました。それなりに見て帰りに福岡の千葉監督ちょっと玄関ですれ違いにあって、よかったね福岡、いやいやキーパーうまいね、それだけは言えますよ、あのキーパーが立ち上がりのあの裏宮の攻撃を2回続けてファインプレーで防いだ、あれが入ってたらばというくらい、あの立ち上がりに裏宮が欲しかったなと思うんですけども、まあそのような話をしながら帰りましたけど、ね、よその高校チームが出ていろんな、まあ何回も言うようですけどイメージで駒場なり、あるいは埼玉スタジアムに、あるいは大宮なりで、あれだけの観客が来れるかなということを考えながら、いろいろなことを思いながら、今浦和南のサッカー部っていうのを考えるんですけど、学校のことは、まあ、野田先生からいろいろ聞いてますけど、サッカーっていうものの、その浦和のサッカーっていうことですね、すごい抽象的になるんですけど、いろんな意味で、そういういろんな子供たちも親が連れて見に来る、いろんな人が見に来る、今のテレビや新聞、その他含めてメディアの連中も何か浦和南のサッカーっていうことに対しての夢がこう
持ってる。それをそこだけじゃなくて、その後記事にしたり、いろんなものを報道で出すっていうことも、すぐそのサッカー界としての文化として、諸さんも言ったけど、非常に必要なことなんで、私はそういう意味で、今、こうやって、サザンクロスの、これを皆さんの中で一緒になってやってますけど、ぜひとも一つ、そういう地味なことだけども、少しずつそういう何か夢を持たせて、まあ、選手たちに指導してもらいたい。ただ、もう一つは、やっぱりいい素材の、いい才能の子をですね、引きつける、そういうそのモチベーションをどういうふうにしたらいいかっていうことをね、もうちょっと見せないとね、はっきり言って、私はもっと20代、さっきも出たけど、もっと実技という面でできました。いろんなことを言い、ね、ゴールキーパーをやりましたけど、フィールドプレイヤーとしていろんなことをできました。野球をピッチャーもやり、4番バッターもやりました。はっきり言ってね、もっと何か選手たちにね、動機づけできるね、そういうものをね、見せないとね、デモンストレーション見せないとダメ。口だけで言ってたら、こうだよっていうの、ね。さっきもちょっと、小石さん、あれしたけどさ、首は難攻選手、ヘディングはできるんだけど、そのボールが、ね、ふわっとこういくボール、当てるんだけど、ピシッといかないの。なぜなんだろうって、首が弱いってか、遅いの。じゃあ、それを強くするにはどうしたらいいかっていうことで聞くと、だから、こうして体操のような形で、こう首を、こうやってね、押し合って前からこうやって、こうやってやれば、こんだけの強くなりますよね。こうね。で、そういう具体的なね、いろんなね、ヒントを与えて、やるようなことを、からも含めて、本当、もう本当、初歩的なことだけど、でも、準備運動の段階や、ちょっと雨降った時にとか、あるいは柔道場で、ね、寝転がって組み合いだけやり出すのもいいし、あるいは柔道場でこう、もう、ぐるぐるっと回る、そういうことでもいいし、何かもっとね、そういう実技力のあるものをね、もっと指導者としてね、やらせるべきじゃないかなと。ただ集めて、グループ分けして、ああ、ことやれって言うだけじゃなくて、どうしたらその次のステップにもっと進めるよう、進歩するようにするか、それを私は思うんですよ。ね、自分で自慢するわけじゃないけど、もっとやりました。40歳までやりました。国体には41までやりました。そういう、なんかほんとね、やっと寝たい。それによってイメージがね、子供たちのイメージがあるんですよ。自分ができなくても、できる子、風間八宏なんか随分まだ使いましたから、あれ。実力があるから、清水の。今、名古屋の監督やってるけど、非常にうまいんですよ、彼なんか。だから彼を、見せて、こういうのどうだって、あと、役さんと同じようにやる。私も一緒にやる。そういうね、デモンストレーションやりながら、もっと高めていくことをね、やってほしいなぁと、ということを思いますね。ちょっと、なおかちゃん、申し訳ない。ただ、感謝するのは、内田さんはこういうセッティングしてくれて、ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。Yeah, yeah.